なんかね、伊藤さんって妖精らしいんですよ。確かに伊藤さんと喋ってて、なんかそういうところありますねみたいな。あ、僕は2週間妖精とお芝居してたんだなと思いながら、なんかそういう話で盛り上がった記憶がありますね。信じてくれてんのかと思ってた。いや、信じてますよ。いや、ね、うん、いや、言われたんですよ、占い師さんに。あなたは人間ではないと。一回出た時に、その番組で、あなたはちょっと妖精ですみたいな感じで言われて、やっぱりちょっと響きとして可愛かったから嬉しいし、なんか結構周りの友達とかもなんか言われてみればあまり人間ではないのかもしれないみたいな感じでみんな言うから、あ、じゃあ別に、まあ、不思議ちゃんで言いたいつもりは全くないんですけど、あの妖精らしいんですよねみたいなことを言ったら、なんかごめんね気づかなくてみたいな感じだったから受け入れてもらえたと思って、なんかすごい、なんかすいませんでした。いやいやいや、妖精に会えてとても嬉しかったですね。なんかこんなに棒読みってできるんだって感じ。本当に本当に、それに嫉妬してるこっちもどう思ったね。本当こっちだって頑張ってんですから。妖精って、突然妖精って言われてね、共演者にびっくりした。でも本当らしいですよ、妖精、妖精なんですって。伊藤さん、どうなんですか、大崎さんと松井監督、伊藤さん妖精だってことですけど、うん、どうする、あ、でもそう、そうだと、どうするって言っちゃってるから。そうだと思います。どんなところが、でもつかみそうでつかめなかったりとか、かん、そういう感じかな。もう、うん、もういい、いい、大丈夫大丈夫、もうやめます、そんな宣言するの。はい、これ多分ね、明日あたりか今日のね、ウェブのニュースにも妖精で出ちゃいますね。絶対出ますよね。もう、いやいや、いいんじゃないですか、なんか、まあ、知ってもらうっていうのはいいことですよね。うんうん、言った方がいい、うん、妖精なんだから。妖精です。すみません。わかりました、今度から妖精と認識して、はい、お付き合いしていきたいと思います。